キューバーズ YouTube。 皆さんどうも、キューバーズでーす。はい、ゆうでーす。はい、そうです。たかです。けいたろうです。りょうくんです。今回ですね、こちらベストアクトに挑戦します。なんだ、なんですか。簡単に説明すると、説明しよう、はい、演技をするらしいのよ、はいはい、A から H まである、うん、テーマの中から、はいはい、自分が弾いたアルファベットのテーマを実演、うん。聞いてる、その相づち。聞いてる。あいや。聞いてるよ。あいや。さ、あいや。聞いてると思うんだよ、俺。聞いてる。あいや。もう一回よ。A から H まであるテーマの中から自分が弾いたアルファベットのテーマを実演。よっしゃ。よっしゃじゃないよ。アイロテー。アイロテー。よっしゃの。聞いてないな。聞いてね。聞いてよ。で、演じた人以外は、うん、どのテーマを演じているのかを予想する。ロイロイ。ああ、そういうことか。はい。ロイロイ。なんロイロイ。ロイロイって何？それで、それで、それで。どうですか？それで、ちょっと待って、それでよ。おやりたくなっちゃってるから。本当に入ってこないから、ね。しかも、まだゲーム。めっちゃあんの、説明が。まだ序盤やから。説明聞いてこない。本当に聞いて。で、予想が当たってれば1ポイント獲得と。おい。で、演じた人は予想を当てた人の分だけポイントを獲得。まいまいまい。まいまいまい。ほね。で、最後の説明。はい、最終的に、一番獲得ポイントが多かった人が勝利。優勝。有吉、有吉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 。結果何分かんなかったんだよ、気になっちゃって。何やってみよう、やってみよう。ちょっとあれだ、お前のせいで分かんなかったし。それでは、はい、まずは凌介から、はい、演じていきます。やった。じゃあ、テーマカードを引いてください。いや、これだ。ごめん、うん、はいはい、テーマ。なるほどね、はいはいはい、そんなごめんってあんだね。いっぱいごめんあるんだね、はい、そうだな、難しそう、はい、じゃあ、アルファベットを、はい、凌介はこれ引いて、俺たちはどのごめんを演じてるか。確かに当てると、当てると、はい、いけ、一アクト。お、これです。何アクト？これアクトです。まあでも演技力が試されるってことね。要はね。そうだ、そうだね。あ、俺ゲームだけじゃないからね。これを見て今後の仕事変わってくると思うよ、俺は。確かに。いろんな人見てるもんね。確かに。誰が圧かけるじゃん。これでまだ一人目が朝ドラがパッて来たら、うん、ゲームじゃないからね。やっけ。大事だね、仕事につなげることは。いける。スピルバーグ見えるよ。マジで？マジで？見てない。見てない。見るか。凌介のごめんまで3、2、1。ごめん。おお。見ていい？いや、わかるぞこれは絶対。ああ、わかる？わかるかも。ああ、似た感じのやつもあるんだよな。でも、あれだよ、なんか強さに切れられた時のごめんとはないあんな。確かに、確かに。強さに切れられた時のごめんはどんな感じだ。あ、なんだ。あ、ごめん。やられてる。ないか。まばたきがすごい。そんなんないか、ないよ。ちょっと申し訳なさそうだったよね、でも。なんだろう。あ、ちょっと待って、確かに。でもこっちでも、こっちでも別におかしくないぞっていう感じじゃん。ちょっとなんかね、うん、難しいね、これ。じゃあそろそろ行きますか。僕は G の自慢するときのごめん。ああ、そっちか。え、俺は B。 え、からかったとこ。はい。で、俺は A の遅刻してごめん。ああ、俺も A。 あ、そうだね、俺も A だった。ストレートに。じゃあ、そうだ、俺も最初一択だったのよ、それ。え、マジ遅刻してあんな謝り方する？いや、するする。いや、ちょっとごまかしてるみたいな感じ。そう、そんなその重要な場面だとじゃないよ。ああ、友達とかで、友達とかで。じゃあ、もう一回していい？テイク2？うん。惑わしはダメだよ。惑わしはしない。本当に演技、ちゃんと、うん、さっきとまんまだよ。いくよ、じゃあ。うん。ちょっと待って、さっきとまんまってことはない。だって同じ演技は二度とないんだから。おわ、誰なの？マジで何を狙ってんだよ。下北の飲み屋の目で。やっぱ演技っていうのはさ、降ってくるもんなのよ。いいけど、いいからやってか、早く。ごめんね。結構変わってたな。なんか今のだと、むずい。今のだと D とかにも見えてくる。え、D はない。D はないでしょ。でも、
見下してごめんじゃないでしょ、今の。いや、見下してごめんの時は、りょうすけはこのスタイルじゃないと思う。これじゃない。見下してごめん言ったことないよ。どんな感じなの？どんな感じなの？いや、なんか、わけわかんなくて、え、ごめんねみたいなのを出してくると思う。ああ、その、わかんなくなっちゃって、ね。見下すみたいなのは特に知らない、やったことないから。どういうごめんが出るの？ごめんねみたいな。だから、これではない。多分、感情は理解した上でのごめんねだったと思う。俺、言ったことあるごめんね、だから、これは。俺あ、経験は減っての演技なの？経験は全然俺減ってる。ああ、うん、そう、経験知ってるごめん、知らないごめんじゃん。でも俺も決めた。経験は減ってる。俺も決めた、知ってるごめん、決めた、決めた。さっきと変わったの、俺も変わった。じゃあもう次で決定だよ。はい、はい、G の、変えずれ、G の自慢する時のごめん。はい、うん、俺は H の誘いを断るごめん。ちなみに俺も H。 おー、俺も H だと思って今の2回目は俺は B のからかった後のごめん。あー、意外とないかもしれない、意外と読み間違いじゃない。いやでもこれでいってみよう。そんな言う G ね、ノーベストアクトじゃない、うん、G ね、金太郎 G ね、いいよね、ノーベストアクトでしょ。正解は、はい、H のさすがに怒ったごめん。じゃあ俺たちは1ポイントで、りょうすけは2ポイントだ。2ポイント、あーしゃー、誘いを断るごめん、そのそのまでのごめんだからめっちゃ、重い感じもないし、あ、ごめんごめんごめんみたいな、またこうでこうみたいな。やっぱその、汲み取る能力もそうだね、そうだよね。だからその台本を見て、どうね、その心情を落とし込むかも、そうそうそう、相手が受け取る能力もなきゃいけない。そうそうそう、演じるだけじゃないからね。その能力、キュー太郎深読みしすぎてる。いや、なんかね、うん、今のは、本当に誘われてたかなっていう、うん、あー、ルーってとこに終始しすぎて、じゃあ、誘われたところ、イメージできてたかな、うん、ってことになってその時の風景とか、うん、見えてた？場所はどこだった？イメージできてないよね。イメージできたらすぐ出てくるもん。え、いんの？これ インチキワークショップ。インチキワークショップ。場所はどこだった？イメージできてないよね。散々演技語ったからな。これはそれは見せてくれ。見せろよ。見せろ。何にも当たってないのかよ。ないと予想でしょ。はい、寝顔。これ、結構ほんと、喋っちゃダメだからさ。はい、ないですね、難しいと思うよ、うん、当てさせなきゃいけないんだからね。もちろんですよ。確かに顔芸しないでね。でも俺は別にゲームだけを見てないから、今その先を見てるから、別に当てる当てないとかじゃなくて、ほんとにこの絵、これは見て見せないのね、うん、それは見せない、うん、おお。はい、何？どれなんやろな。どれだ。今は何してるんですか、それは。どれ、これ何の演技だ。何の、あ、すいません。ああ、役に入り込んだよね。ちょっと皆さん。あ、大丈夫です。行きますか。じゃあ、いいっすか。あ、いや、いや、喋る。じゃあ、キドの寝顔まで、3、2、1。ちょっと何だよ、気持ちが全然合ってない感じがして。白目向いてたけど大丈夫、うん、全然定まってないから。合ったかな、入り込めてないかって言うんだよね。それだけは伝わってない。おもろくなっちゃった。いきます、はい、3、2、1。え、なにこれ。え、なにこれ。んお、え、いつ終わりなんだ。なんだ、ね、え、もうこのままで終わり。だそこ、これでしょ。え、目つぶってるだけ。なにこれ。あ、結構気持ち。でも、あ、俺もわかった。なんかわかった。あ、わかったわ。うん、気持ち的には落ち着いてんのかな。せやさん、せやさん、あ、これもうあれじゃない。え、もう爆睡じゃない？せやさん、え、せやさん、あああれ、ほんとに寝た。あ、入っちゃったわ。入ってたから、ほんとに寝るんだ。あー、わかりました。わかった、わかった、わかった。誰か目つぶってるだけとか言ってなかった？誰？え、俺言ってないの。言ってなかった。じゃあ、いいっすか、僕は。でも、
F ダニエッチな夢のね。はぁ、マジ、うん、どうだった？え、そうだった。どうでしょうか。俺は H の夢を見てない時の寝顔。俺も H、 俺も H、 HH。 マジ、こぶるが H だった。ハルトンジ、俺も H にしようかな。え、でもクソやばい、クソだな。なんだこいつ。え、でもマジ俺ね、 G の爆睡してる時の寝顔。おぉ、じゃあ F の HG ってこと？F の HG。 テイク2いります。いらない、もうこれでいっちゃっていい。いやいや、でもあれ G ともなった。でも俺爆睡してるとこ見たことないけど、もっとひどい顔してた。移動中見てるけど、もっとひどい顔してる。それはそうだ。うん、じゃあ、じゃあ発表してください。正解はこちら、 G の爆睡してる時の寝顔でした。いや、これはね、自分に嘘ついてるよ、ありがとう。ありがとう、やっぱり。ありがとう。なんか、見る目あるね。いや、なんか全然嬉しくねえ。なんか全然嬉しくねえ。なんか変な監督に気に入られて、変な作品ばかりやって、次の作品やられるか、できるよ。ものすごい PK が出たんだよ。じゃあ、1ポイントね。はい、1ポイント、1ポイント。ゴー！キューバーズ YouTube。うわ、ツイッターかじゃん。高さに。いきまーす。じゃあ、頼むよ。こちら。あ、嘘。嘘。あ、でもこれなんかやりやすそうだね。あ、15時入りかと思ったら8時入りだった。いや、だいぶ違うな、それ。7時間違う。それだとしたら俺分かる。たまに聞くもん。確かに嘘って言うわ。え、じゃあ引いていい。うん、いきます。見ちゃう。はい、見てください。は、はいはいはい。わ、いや、タッカーは逆に分かりそうだな。うん、最近うまいからな。いや、そんなことない。そう、ベストアクターだから。演技歴が長い、高野様まで。3、2、1。嘘。何、怖っ。ええ、あーちょっと待って、際どいな。いや、これ分かるわ。えもう一回やりたいかもしれない。え、でもこれ全員揃うと思う。俺も揃うと思う。せーので、これはさすがに揃うじゃない。いくよ、せーの、いい。おう、やっぱいいだよね。衝撃の事実をしたとき嘘。あ、なるほど。いいだよね。え、じゃあもう、え、今、大丈夫だよ。ちょっと、ちょっと何、だよね。あ、だよね。答えだって言うなよ。違う。だよね、だよね。違うんだ、これは違うんだ。僕やっても違う。ゲームだったら。まさか答えじゃない。違うんだよ。何？え、これどうしたらいいですか、俺は。こっからね、ないじゃん。じゃあ、いいじゃないんで、もう一回。え、違うんだよ。じゃあ、もう一回。じゃあ、間違えちゃったってこと？表現が。そうですね。あー、じゃあもう一回。なるほどね。あー、自分的にもこれに行っちゃったなって感じが。あ、そうそうそう。あ、はいはいはい。間違えた表現。あ、そうそうそう。あ、絶対そっちになるだろうなっていう。どういうこと？選択肢を一個潰して次。いや、プレッシャーにやられてるじゃん。テイク2ね。テイク2。はいはいはい。行こう。気持ちは。嘘。ああ、あ、わかった。私は、うん、G。え、嘘。 G でしょ。じゃあ今絶対嬉しいが入ってたよ。 G で俺は、うん、A。 あ、俺も A と迷った。じゃあ、キュータロウ。僕も G、ドッキリ。うっそ。 G、 俺 A。 おー、 A、 分かれたの。 AG、 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 なんだそれ。発毛クリニック。 AG、 AG。 OKOKOK。 うっそ、分かれた。答えいきます。はい、答えはドン、 A でした。でも、まあ、そっか。そうでしょ。ちょっと嬉しい入ってた。うん、いや、そう。でも1ポイント、1ポイント、2ポイント。うん、どういうことね。ちょっと全然納得ね、してない監督がいたよ。どうした今の演技。プレゼントもらってたかな。今ちなみに何もらってた？何もらってた？え、すぐ出ないよね。出ないね。お前が待ってたせいだ。お前が待たなすぎるんだよ。そうかね。ええか。うわ、ちょっともうちょっと勉強します。悔しいな。
まずテーマカードこっちのだ。はい、もしもし、お、もしもし、もしもし、 H、 もしもし、カメよ。なるほどね。H 引いたら簡単だね。確かに、うん、引きます。バッシュ。はい、自分だけ。こちらです。カメラで。バッシュ。はい、 OK。 OK、 よっしゃ。いきますね。うん、はい。いや、カウントないね。いやいやいや、やれや。3人来たらやれや。そうそうとかない。じゃあ、もしもしまで3、2、1。もしもーし。あー、むずいくないこれ。なんか、もう一回見たい。一回出して、もう一回やってみる。いや、でも俺分かった気がする。俺も分かった。俺は B。おー。僕はね、G。そうね。あ、俺も G。俺も B と悩んだ。いや、ただ、ハルト君って人見知りするから、G だったらあんなキザに行けない。あの、信頼してられてるんじゃないと、あんなもしもしみたいな格好つけはできない。行けない。でも、ハルト君じゃないよ、演技してなんだよってなったら役が入ったハルトさん。でも B でしょ、ってことは BG だね。何それ。BG だからなんだよ。何それ。だったら全然わかんねえんだよ。すげえしつこくやってるから。じゃあもう一回やりたい。いや、まあまあ、もう一回やりますね。はい、じゃあ、うん、いや、なんかないの。いやいや、待ってんだよ。違う違う、逆に入ってるからさ。あっちは待って、圧倒されちゃってさ。そう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 、入り込んですから。ギャップに、ギャップに。じゃあ、ごめんね。はい、じゃあ、もういこう。はい、3、2、1。もしもし。あれ、あ、ちょっと、違うぞ。あ、あ、でも、あれよ、うん。いや、わかった。え、俺言っていい？うんうん。俺もより G。さっきよりもか、いや、確実に G かなって思った。いや、G にも見えるけど。いや。見えるけど。うん。何？お、お、握手。おお、握手。握手求めて。いや、まず何？わかる。座ってる。お、もう、あ、もう、わかる。絶対これ、絶対これって思ってる。ありがとう。F の苦情のもしもし。あー。あー、なんかそれって言われて。それは何だよ。いやー、確かにな。確かに。いや、でもナンパかな。G？ ちょっと軽い感じがするわ。うん、うん、俺ももう完全なる G。 あれ？あ、変わったんだ。うん、あ、G？ もう完全なる G になった。あ、じゃあもう一人で BG ってこと。一人で BG？ 一人 BG？ 一人 BG ってこと。ベストだよ。ベストだ。はいはいはい。じゃあいいですか、正解。G でしかない。正解は G でした。 G！ G だけ。ありがとう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 。GG。分かってくれてありがとう。GG。いや、なんか自信持てた、すごく。よかった。GG。やっぱ監督についていかなくてよかったわ。ごめん。監督なんか言いたくない。なんか言いたげな。どうですか。もう申し訳ない。あっさいね。なんか、いや、演技っていうことに固執しすぎてる。結構分かりやすい。演技って結局演技じゃなくて、うん、そこに事実を作れるかどうかだから。おー、それも絶対どこかで読んだ。事実を作れるかどうか。教科書通り。動画で言ったら誰かのこと。事実を作れるかどうかだから。じゃ一回ポイント整理してみる。うん、ああ、そうだ、もう最後。確かに。あ、そっか、優が最後だから。全然わかんない、今ポイントが。え、ハルさん1ポイント。まずハルト君が5ポイント。5ポイント、はい、で、りょうすけと俺が4ポイント。で、同点で、ゆうが2ポイント。はい。で、キュートロとは監督の1ポイント。監督1ポイント。監督どうしたんですか。やっぱそうなんだよ。逆に、どこで得た1ポイント。確かに、やだ。何の1ポイント。いつ得た。分かられたの。やだ。自分でやった時、誰かが当ててくれた。ありがとうね、1ポイント。キューバーズ YouTube。 これはふん。え、ふん。うわ、難しいね。あ、これ難しそう。うん、アルファベットカードを引いてください。はい、可愛く持ってほしいの。はい、じゃあカメラに。はい、見せて。はい、はい、確認。じゃあ、いける。
いや、ちょっと間違えた。おし、できた。え、計算してるの。何これ、その番紙とペンあります。なんでまた面倒役者また来ちゃうな。紙とペンあります。なんでじゃあ、ユウの分まで3、2、1。おーはい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 。これ G だな。ゆったかな。え、あ、鼻で笑ってふん。いや、俺はそれは多分ないと思う。 B かな。一緒。俺も。あ、B。 B、ほんと本当だよ。疑うなよ。本当 B しかないむしろ。じゃあ、もう一回、もう一回したね。普通にね、B。もう一回。うん。え、絶対 B だよ。うん。はい。まあまあまあ。ああ。まあまあまあ。B、B です。これ結構もう、今、もたした。B で。B や。B、B で。全員一緒。全員一緒。答えは？答えは。B！すごい。よしよしよし。うまいうまい。すごくない？ってことで、はい。最終的にポイントが、ハルト君6ポイント。お、そして、あ、待って、俺全員だ。ユウも6ポイントで同率の1位。お、で、俺と涼介が5ポイント。あれ？で、監督太郎が2ポイント。監督。あら。監督。ジャンル違いか。なんだ？ジャンル。どういうこと？ジャンルはいいじゃん。ジャンル。ジャンル違いか。テーマは、はい、こちら笑い声。おお、難しいね。あ、難しいよこれも。ね、愛の声優さんが面白いと思ってないのに笑ってる時の。やめろ。ないよそんな声優。それ一回見たい。それ一回見たい。ない。あります。ない。ない。一回一回。やっと。このオーバー。ユウの笑い声まで3、2、1。うわぁ！え、ちょっと待って。わかった。いやいやいや、わかったよ。いや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 ミスったな、今。なんか、表現寄せてない？うん。引っ張られてない。引っ張られてない。引っ張られてない。ちょっとお互いにちょっとやり合ってほしい。私、笑い合ってほしい。お互いに。じゃあ、向かい合ってほしい。ちょっと、ちゃん。向かい合ってほしい。ちゃんと。いけ。3、2、1。ブワーから。
いや、サルト君は気持ち悪い笑い声。ああ。いや、どっちも気持ち悪かったよね。本当に。まあそうね。ユウもマジで気持ち悪かった。よかった。うん。なんかマオフとして笑って羽ばたいてたのに、なんかしないけど、サルト君も一緒に羽ばたいてた。あれかも。だから、俺がいなかったらもしかしたら当たってたかも。そうだね。ちょっと表明しちゃったね。そうだね。一緒に羽ばたいてたから、あれとは思ったんだよ。羽ばたいてた。ということで、以上、ベストアクトでした。この動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。すごい、グッズが売れた時の笑い方。あー、予想以上、グッズが売れた時の笑い方。うん、はい。3、2、1。すいません、これまだ売れますよ。再販が。別から作りますか。素晴らしい、素晴らしいね。キューバーズ YouTube。 公共料金がいつもの3倍だった時のハルトさんの嘘。届いた。